30分語りたいと思います。昨日の配信を。はい、こんにちは。すごい珍しい時間帯に配信してる。おはよう。意外とみんな来てくれて嬉しい。今日は日曜日ですね。うん、こんにちは。昨日のパフォーマンス良すぎてよかった。ありがとう。良すぎてよかった。すごいめっちゃいいんだったね。ロウィありがとう。今日シアターガチャ来たらベイちゃんの頑張ってゲット、ありがとう、嬉しい嬉しい。ね、なんかシアターくじ一回なんかなんだっけ、一回売り切れたでしたっけ。売り切れたんだっけな。はじけるバブル可愛かった、ありがとう。ちょうど出かける準備を始めようとしてたところです。ありがとうございますはい、どっからだろう。まあ、昨日のパーティー公演すごい楽しかったです。なんかやっぱりはるちゃんの面白さが公演ににじみ出てて、すごいこちらもね楽しめましたし、何より私はあのボールあの花束のくくりでさ、なんかバスケットボールみたいな、なんだろうね、あれ花のやつ、花の塊ね、そう、あれすごい可愛くてさ、でずっとはるちゃんこれやってるからさボールそう、なんかそれが面白かったね。うん、なんかあと10人、そう、多分皆さん10人構成ってどういう感じなんだろうって思ってたかもしれないんですけど、私頭3曲出てなくてそう、パーティーが始まるよと Dear My Teacher と毒リンゴを食べさせては出てないです。でそっから急に自己紹介出てきて急に一番最初に自己紹介してで自己紹介して、で一回ユニットなりますっていう時にまたはけてなんかね、出たり引っ込んだりしてる、うん、あれいなきゃなった。そうなんです、そうなんです。だからあれは8人構成ってか感じで、であなたとクリスマスイブ、待ってめっちゃ分かったルアシどこってなった。そうだよね、そう、いつもルアシがいるところには花江ちゃんがいました。はい、花江ちゃんもめちゃめちゃ久々のパーティーだったんじゃないかな。そう、あ、でも普通にあれが正解ですのでルアね、あの時は結構暇してた結構暇してた、あの3曲の時。何しよっかなと思って、だから普通に MC 内容確認したりとか、あとなんだろうね、なんかあと横からちょっと見れるんですけど、そう、横からファンの方、あ、ここにファンの方が ここら辺にいるんだな、あの人だって見たり、そう、すっごいオレンジが綺麗でしたね。ね、で穴クリが出たので穴クリから私本格的に出ましたので、はい、10人での下の涙物だったよ。そうだよね、うん、聞こえた、お腹鳴った
いないから帰ろうとしてました。なんで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 。そう、それでどってなんだっけ、その後のMC も仕切りをさせていただいて、はるちゃんの好きなところについて MC してたんですけど、なんか私喋りなんかいっぱい喋りたすぎて、なんかずっとパーティー喋ってたかもしれない。なんか申し訳ない。なんか後々考えてみたら、なんか一つの物語、一つのお話に絶対ルアなんか喋っちゃってるなと思って、ね、思い出公演と真逆すぎると思ってさ。あ、でも特にすごいハルチュンとはもうめちゃめちゃ最初からすごく仲良かったので、すごいハルチュンのこといっぱい知ってるので、なんか多分それの喋りたい欲がいっぱいあったんだと思います。喋りたい欲がいっぱいありました。昨日はトンボをカラー化するなら色分け、え、赤赤青白かな。うん、昼公演出てた。まあどうなんだろうね。多分私の予想は分かんないんですけど、あのなんだっけ、スモちゃんと花江ちゃんの初日があのあれだったんです、そのポジションだったのでかなって思ってて、そうだからそのリジノちゃんとルアが最初出てないのかなって、そう勝手に認識してるんだけど、そう初日がパーティーの初日多分あのポジだったので、うんうんうん、楽しかった。え、ありがとう、嬉しい。そうだね、思い出公演はね、なんか先輩がすごいあの当ててくださって、3期生のこと、そう、それで3期生が喋るっていう感じなんですけど、パーティーはすごいなんか自らもぐさ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 言っちゃった気がする。MC よかった、え、ありがとう、嬉しい。はるちゃんの配信でルア氏も南川会の常連と聞きました。どういうこと？南川会どういうこと？国前トンボ会長だから、なんかごめん、私さあの思い出公演で書いたんです。でもごめんね。だよねだよねだよね。あのさすがにハルチューの生誕はトンボ書けないなと思って、お昼の思い出公演はトンボを書いてその後消しました。え、本当にごめん、そうだよねと思って、やばいと思って、私配信で書くって言ってたのにパーティーで書かないぞと思って、本当にすみません。来週はるちゃんと焼肉仲間、あ、焼肉よく行きます。そう、え、なんかすごい今日お腹なる。今日すっごいなる。こんにちは。Xポーズね、そうそうそう、いつもこれやってる。写真撮っといてありがとうね。なんだろう、あとパーティーはそうですね、桜の花びらたちとか結構だ、なんかすごい広くなってたよね。そう、いつも8人だから結構そうちっちゃいってちっちゃいフォーメーションっていうか立ち位置なんだけど、10人だとやっぱりなんかパーって感じ。そうだから結構柱後ろの方見えたんじゃないかなってなんか思っちゃってるんですけど、どうなんだ。でも私結構柱の後ろの方にも結構行った気がする。うん、だからなんなら花道行ったし、なんなら浜道行きました NGT48 で。ね、あ、すごい
多分最初で最後のやつだったんですけど、はい、とても楽しかったし、なんかスモちゃん自身もすごい楽しそうに公演している姿がねすごい良かったなっていう風に思うので、しかも私昨日のスピーチは私あれダメだった、もうあれは泣いちゃうよね、あれは泣いちゃう、すっごいさっきからごめんね、もう気にしない方がいいねこのお腹の音ギュル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 って言ってるけど、え、楽しそうにしてたよね、そうめちゃめちゃしゃべりかけてくれたりして楽しかったしね、なんかあと改めてパーティー衣装を着て、あ、かわいいな、めちゃめちゃやっぱりかわいいなパーティーの衣装と思ってやっぱり私はこれなんかこれが一番安心するかもっていう感じの衣装で、逆にハルちゃんが手紙で泣いてなくて笑ったえ、なんかさ、その手紙のさ、そのお母様からの手紙の内容がすごい面白くて、そうなんか南川家だなって思いましたそう、さすが南川家ってなったよ、うん、すごいなんかハルちゃん自身も満席のそのステージすごい嬉しそうにっていうかすごい喜んでましたし、あとその配信で見られた方はわからないと思うんですけど、ちょっと待ってね、どこだ、おい、どこだあれあれれれれれれ、どっか行っちゃった、ちょっと待ってね、どっか行っちゃった、ちょっと待って、ね、あった、あった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 、これもらったんだ、よくないこれはステッカーらしいです、そう、ね、これめっちゃ可愛かった、なんかさ大体私のイメージだとその生誕祭来てくださった方にはなんかメッセージカードとかいうそういう印象があったんですけど、私自身もあのメッセージカードにしましたし、そうでもプレゼントって言ったからなんだろうと思って、そうで公演終わった後これを思い出して、あ、そういえばハルチュンこれ何だったのって聞いたら、そしたら持ってきてくれてメンバーに配ってくれました、めっちゃ嬉しい、リリカがさ、え、これ携帯の後ろに貼れるかなって、もう声をかけ、携帯の後ろに入れるかなとか言ってて確かにステッカーってやっぱり携帯の後ろいいですよね、めっちゃ可愛い、もうお気に入りです、はるちゃんありがとう、可愛い、こういうのもありですね、めちゃめちゃ、うん、でもすごいなんか制作とかさ、なんか発注っていうのとか今なんか時間かかりそうだけどね、私こういうのことしたことないから、めちゃめちゃ可愛い、いただきまーすよいしょ、もったいなくて貼れない、いや本当だよね、保管するわルアは、換気休憩復活で久々に皆さんゾロゾロと退出しちゃった、いやわかる、いやわかるとか言っていやわかるよ、いやなんか私は換気休憩がすごい長く感じて、なんかいつもめちゃめちゃ急いでるから、アンコールでもうバーってなってるからめちゃめちゃ急いでたんですけど、なんかパーティーはなんか終わった感じがするってくらい本当になんかなんかね
時間が長く感じて。だから皆さんのあの座席用の方を見てたんですよ座席の方を見てたんですよ。そしたらなんかやっぱりポツポツと座席が空いててあ、みんな換気休憩だと思って、本当に本当に換気休憩してると思って、そう、ね、でみんなこうやってすいませんすいませんってやりながらあの席の方に座ってましたそれをね下手で見せたんだけど、でいつも下手から出るから、それでふと思い出したら、え、待ってる、上手やんと思って、そう上手から出るんです。なんか本当に10人構成だと全然立ち位置が本当に全然違う場所になるのでやべえと思って、そう下手から上手にダッシュで走ダッシュで向かって、で普通に、あ、間に合ったんですけど、全然そう、ね、みんなのことを見てたら間違えた、ね、でも本当にパーティーありがとうございました。また私まだ全部アーカイブ見れてないので、はい、次思い出公演、ちょっと15分経過したのでちょっともうそろそろで終わりたいと思うんですけど、11時くらいになったらスクショタイムしよっかな。工場聞いてた、うん、工場誰誰誰ってなってた誰誰誰どこで喋ってるって言ってたメンバーででう、あの思い出公演の方はシンポジをさせていただきました。え、みんな頭のさ4曲で気づいた、私が新しいポジションにいるって。配信見てくださった方も現地で見てくださった方も分かったかな分かったのかな。シンポジおめでとう、ありがとう、なんとなく気づきましたそう、なんかねポジションが3つ目制覇できたので、え、待って、あと7ポジだよ、え、意外といけるんちゃう意外とそう気づいてました、おー、ありがとう。でもね、結構歌割りはいつものポジションと同じところが多いので、そう、一緒に2人で歌うっていう歌割りが多いじゃないですか、この公演。だからあんまり、うん、この歌割り初めてやったっていうのはあんまりなかったんですけど、そう、でもなんか真反対の振り付けとかがあるから、なんか左右非対称のだから本当にもうなんかもう脳をフル活用させてましたね。てん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 、あてんてんてん、なんかこっちとこっちなんですよ、もう分かんないよねがこっちに、こ、本来はこっちで軌道はこっち、もう分かんない本当に、え、だから本当になんかなんかさ、内回りとか外回りとかあるじゃん、そう、なんかそれが結構、まあアイドルのダンスってそういうのが結構あるから分かんなくてそう、まあでも友達でいましょうのイントロとかアウトロとか、アウトロは大丈夫か、そう、イントロがやばかったからもう一番最初にそれを覚えましたそう、なんかどの曲から覚えていこうってなった時に、なんか友達にいましょうがやばくて、そう、あ、これ一番最初にやろうと思ってそれを一番最初に覚えて、であとはユニットを覚えたりとか、そう、なんか
結構ね自分の覚えやすい感じで覚えました。でもその友達いましょうのどっちもできたらもうさどんなポジションでもさどっちもできるからいいよね。そう大丈夫大丈夫。でも今回のポジションだったりとかあの前の泣きべそ書くまでとかのポジションだったりとかはそれ限りじゃないので、そうまた公演でねそのポジションで披露できるので、はい、ぜひ今後楽しみにしてくださると嬉しいです。楽しみにしててね、うん、なんか一回しかやらないってなるとさ悲しいけど、今後も披露できるので毎回あのどこにベルちゃんがいるんだってなっててほしいです、はい、動画編集して全員ベルちゃん声やってほしい。すごくすごいことになりそうだけどなんかあり、誰か編集お願いします。自分じゃできない。来週の声申し込みしたので楽しみにしてます。ありがとうマナさんのあれかな、そうマナさんのね卒業公演にも出演させていただけるんですよ。やばくないですか。そう研究生一人頑張ってきます。ん3期生でも一人か。そうですね、夜公演は3期生も一人なので楽しんでいきたいと思います。そうめちゃめちゃ嬉しい、選んでいただけて。ねなんか結構研究生で散歩締めかと思って、そう結構なんか覚えてますね私。そうでもなんかそれはあの依頼が来たという感じなのでなんか嬉しいですね、なんか私に任せていただけると言いますか、はい、そのポジションをじゃあ磯部に覚えてもらいましょうってなったわけじゃないですか、多分スタッフさんの中で多分勝手な想像だけどそういうことだと思いますので、それが嬉しいですね。うん、研究生って一番多い、そうですね。散歩締め研究生で多いのかな。わお。でもやっぱり初日がやっぱり大切だなと思ってて、なんかなんだろう、初日にすっごい出たくて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 しょうがなかったので、そうめちゃめちゃ頑張って、で初日のに向けてのオーディション頑張ってで選んでいただけて、でそっから初日はよかれよかったとしてもさ、その後がどうかなって、その後公演呼ばれるかなと思ってたんですけど、そしたらなんかこのポジション行けますかとかそう言っていただけて、あ私なんか初日以降も私公演に出させていただけてるなと思って、うん嬉しかったです。2月も公演たくさん出れると思うので、その際はよろしくお願いします。ね、初日出られて嬉しかったし、あとゲネプロっていうのがあるんですけど、それがすごい楽しかった。私最初なんか前日にゲネがあってみたいな、
スタッフさんが言ってて、おい、ゲネって何ってなってたんですけどなんかそうですね、関係者の方とかをお呼びしてやるやつなんですね。そう、それも初めて体験して、でなんか撮影とかもね、そう、初日メンバーだけで、あの集合写真を撮れたりだとか、なんかいろいろ特別感満載の初日だったので嬉しかったですね。楽しかったし、ラちゃんのご家族は来てたの、ママ氏が来ました。そう、ママ氏泣いてくれたんだよ泣いてくれたんだよ、うん、何で泣いたのかはちょっとよくわかんないんだけど、どの曲かはわかんないんだけど最後のありがとうございましたって時にんと思っておーと思って、そうね、なんかなかなか劇場、なんかママ氏は全然劇場来るタイプじゃなくて、はい、でも毎回配信めっちゃ見てくれてて、あのえ DMM の配信めっちゃ見てくれてて、そうだからその現地で見せることができなかったんですけど、でもねゲネで見せれてよかったです。はい、あとはパパ氏も結構思い出公演来てくれててパパ氏めっちゃ楽しんでるんですよ。そうてか、なんなら言っていいですか、あのこれは前の公演だから、まあ、いつかは絶対言わないんだけど、そう前にね、実は前にあのパパ氏最善取ったことがあってパパ氏最善だったことがあって、めっちゃ面白くてめっちゃ恥ずかしくて、そうなんかパパ氏その日その来てくれってことをしてたんですけど、なんかえ絶対最善取るからみたいな、絶対最善取るとか言ってで、いや絶対無理でしょって、でパパ氏今まで柱後ろとか行ったことなくて、ずっとセンターのブロックにいるんですよ、ずっと。だからさすがにもう無理なんじゃないってさすがにもう無理なんじゃないって言ってたんだけど、そうでもね、なんかそしたらとあのなん座席番号みたいななんか写真送られてきて、えっと思っていや面白かったね、えガチでと思って、恥ずかしかったんですけど、でもパパすごい楽しんでてすごい楽しんでて、すっごいすごい、あのルアシが公園からお家に帰ってきた時にすごい感想を教えてくれましたすごくないですか、最善すごいよね。でもなんかそうすごい、あのカイリさんがすごいなんか目を合わせてくださったらしくて、カイリさんとか、あ誰だっけな、ちょっと忘れたんだけど、そうなんかそれも感想教えてくれて、あやっぱりカイリさんってすごい目を合わせたり、そのレスにおいてすごい素晴らしいなと思って思いましたね。パパシ DD そうっちゃそうかもしんない。 DD 一緒に歩いて、いやさすがに歩かないよやだでもたまにレスしてたこれベルちゃん、うんベルちゃん、パパ
ぱし他のメンバーに認知されて、いやたまに言ってますね、今日パパ来てるんだって。そう、でもなんかあのなんだっけ、パパ氏はあんまりコールができないらしくてコールできないらしくて、そう、青春時計のチクタクフフあるじゃないですか、フフっていうところあるんですけど、あれもう小声で言ってたらしい小声は超面白いよね。で、関係者席じゃない、そうそうそう、関係者席ちょっと見にくいじゃん、見にくいからそしたら最善っていう、ふふう小声で言ったらしくて、小声は小声で面白いよねそう、でもなんか今度パパ氏はなんかそのパパ氏のお友達とかも連れて公園行きたいって言ってて、そう、なんかすごい楽しんでくれてて来るたびにえ、すごい楽しんでくれるんですよ、なんか次この日行くみたいな、この日行くこの日行くこの日行くって言ってくれて、結構めあの公園来てくれてますお見送りパパして会いますよ。そう、まあでもなんか推しはルアちゃんだって推しはルアちゃん、そう、誰推しとかはないらしいんですけどでも結構箱推しだと思う私は、うん、すごいこのステージで踊ってる娘の姿を楽しんでくれてますはい、ということでね、いやでも次お兄ちゃん連れてきたい、連れてきたいっていうかお兄ちゃん来てほしい、そうお兄ちゃんコンサート見に来てくれたんですよそうママジに無理やり連れてかれてなんだっけ、確かお兄ちゃんうちはなんかうちわを無理やり振らされてた気がするね。いやでもお兄ちゃんをぜひともあの NGT ファンにさせたいので次はそれですね。パパ氏とママ氏はもうすっかりこの公演の楽しさにハマってくれてるので、はい、次お兄ちゃんだな次お兄ちゃん、お兄ちゃん最近アニメが好きなので、だからちょっとアニメ見てる場合じゃないと、アニメ見るより公演見に来なさいというふうに今度お伝えしようと思います。あと弟氏って来れるのかな、え何歳から来れるんですかね、あれでもなんか弟氏も行きたいって言ってたし、ちょっとね時間が結構長い公演だからどうなんだろうって感じなんだけど、うん、なんかねぜひとも見に来てほしいなって思いますそれではじゃあスクショタイムしますね、あ夜配信します絶対、うんうん、なんだろうパーティーなんだろう、え今日ももちゃんと最後だ、昨日のあの配信もありがとうございました、ももちゃんとの、はい、それではお礼をさせてください。13位のぽぽしありがとうございます。12位かきひくしありがとうございます。11位ふわふわしありがとうございます。10位かずちゃましありがとうございます。9位けんとしありがとうございます。8位てつおしありがとうございます。7位しゅうちゃんしありがとうございます。6位ふるかわしありがとうございます。5位アイコス氏ありがとうございます。4位大好き氏ありがとうございます。3位小川マン氏ありがとうございます。2位春号マンラナ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイン
まいげしです、ありがとうございました。え、無音なの、まいげし、これってもしかして無音、ありがとね、ありがとね、ありがとね、またぜひ公園来てください、思い出公園やってるので、うん、1位ありがとう。はい、それでは終わりたいと思います。皆さん本日もありがとうございました。今日は新州公演があります、よろしくお願いします。またね、新州公演楽しみにしててね。またね、ありがとう。